地味に楽しい栃木の動画。クマだよ、クマ。木彫りのクマってこれか。木彫りのクマ、これですね、完全に。毎度いっぱいのご視聴ありがとうございます。金賞でございます。今日はバスに乗りに来ました。見えますかね、今年の3月21日から交通系 IC カードが関東バスに対応ということで、鹿沼から宇都宮方面にバスに乗るのに小銭を出さないで乗れるんじゃねえかと、そういうことなんで、ちょっと乗ってみようと思います。こうやって見てみるとベリーちゃんって結構ゆるキャラでは可愛い方なのではね。一応ロックを解除しなくても使えるらしいぜ、ピッて。来たよ。おお、いけた。ピーッとしましたら動画の趣旨が終わりました。結果すんなりと乗れましたね。あ、もちろんロックも外さずに乗れました。完全に言うの忘れてたので、あの今更申しますけれども、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。カヌマの動画を中心に作っております。で、なんでねこの動画を急に作ろうかと、そういうふうに思ったかと申しますと、ものすげえ嬉しかったんですよ。バス移動が便利なのはもちろん分かっちゃいたんですけれども、ともかく億劫だったというのも、切符みたいのをご存知ですかね。若い方なんかとか都会の方は分からないかもしれないんですけど、乗車券的なあの切符をまず受け取りまして、そこから自分で運賃精算をするわけです。運転席の横ちょにある料金表を見ながら、俺は3番だから650円60んいくらだ、あ値段変わったわ、720円だわ、10円玉2枚ないよ、俺どうすんだこれみたいなのを、あーめちゃくちゃめんどくせえな、もう億劫だなーとすげえ思ったんですよ。プリペイド式のバスカードとかもあったんですけども、カードの枚数が増えるのは本当に嫌だなぁと思ってて、なんとかスイカでできないものかねーとか思ってたんですけれども、それがずっとできてなかったんですけどね。遊びに行くこともなくなって、しばらくしたらいつの間にかできてるんだもん。超嬉しいじゃないですか。まあ、乗りに行ってしまいました。気づくのに半年以上かかってますけどね。いや、便利になったものだ。長距離はもちろん使いやすくなりましたけど、いっそ短距離でめっちゃいいんじゃないですかね。中町から JR までちょっと行くとかね、かなり使いやすくなった気がします。で、今、府中橋渡ってるところです。黒川沿いの公園ご覧いただいてます。土見えてますけど、だいぶ治ってきてるのがちらっと見えましたでしょうか。2019年の豪雨でバキッとやられちゃったんですよね。ですけど、子供の頃から黒川って定期的にやられちゃうイメージです。ああいう大ごとになるのは本当嫌だなと思います。2019年からこっち、災害とか疫病とかで日常がなくなってる感じがいたします。早く取り戻したい2022年はまともな年になるといいですね。さて、映像の方はビルが増えました大都会宇都宮に到着です。動画内の私にバトンタッチします。どうもまあそういった感じで無事携帯電話でピッてして関東バス乗れたよっていう動画でした。あとなんかおまけつけると思いますんで、よかったらこのままご覧ください。とりあえず一旦ご視聴ありがとうございました。関東バスめちゃくちゃ来るね。イオン通りの中をずっと向こうから通ってくるんだったら、あれでもいい、裁判所前で降りるってのもいいね。街の中来たの久しぶりだな、なんか。俺が10代の時からあるような店はもうほとんどないんじゃねえのか。
昔は中学生がここ来るとカツアゲされたんだよ治安悪いな。めちゃくちゃ治安悪かったんだよ昔は。それこそ30年近く前だけどね。アークなんだ今ここ。昔中屋無限堂だったんだ。これアーク何個あるの？アークは無限にあるよ。カレー屋さんなの、バナナラッシーとかも。へえ、興味があります。なんか落ち着いたな、ユニオン通り。モールに取られちゃってたからね。K&O、あれラーメン屋さん、昔ながらの。美味しそう、なんか美味しそうな意気分がする。学生が集まる店。ここもいいね。こんなもんかな。一層落ち着いてていい感じになってるわ。なんかユニオン通り昔に比べて、昔もっと雑多だったもん、やや危険な香りが昔したもん。ムーントップでコーヒー豆買ってこようかな。結構お高いから水にしちゃったよね。コートエチオピアとブレンドだって。よかったね、前お土産でもらったことあったっけ。そう、でもそれじゃないかもしれない。でも種類もう一個あったブレンド。何屋？へえ、こんにちは。果肉たっぷりじゃない？随分、ね、すごく美味しいんじゃないこれ。あんまこの手のやつでこんなしっかり果肉入ってんの、うん、初めてなんだが。700円にしてはありなのでは。いちごサンドとか作ってるからさ、果物がいいのたくさんあるんだろうね。こういうおしゃれ系ドリンクの中では具を抜いて美味しい感じがする。あら綺麗。今度買いこよ。スタンダードとスペシャルがあるのか。で、あれか、このセットがお昼とかに食べる人はいいんだね。今度買いこよ。高いやばない？高いってすごいね。あーすごいね。個性的だよな餃子像って。1時間ないよみっちゃん。1時間ないマジで。で、これはバスですな。バスだったらもうちょっと早いよさすがに。47か43なんで系統は。これ長崎経由が、これが10番か10番、これがで、こっちの荒張経由っていうのは1時間に1本しか来ない。これ43。いやいいね、いいタイミングできたね。いっちゃん今度赤いかっこいいの来たよ。赤くてかっこいいよ。新しいやつだ。感じようかな。